こんにちは。いつもありがとうございます。こちらにですね、素敵な方がいらっしゃいますよ。けん玉されてる方ね。見てください。すごくないですか <laughs> お<ー> <laughs> おお<っ> <laughs> こちらにいらっしゃるのは、えー。 日本けん玉協会の公認指導員でいらっしゃる、えー、私の知人の永井多モさんです。はい、あのー、こんにちは。<laughs> こんにちは。ね、あの私担任したクラスで、あの一年生のクラスでしたかねあれね、はい、あの授業で、ね、あの来ていただいたり、今もいろんな学校の方でね、あの授業やクラブ活動で地域に貢献していらっしゃいます、えー。ね、子供たちに出会わしたい、えー、と大人のしてるです。 で、永井さん、ちょっと、お話伺ってもよろしいですか。はい、一緒に移りましょうか。はい、じゃ、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。こんにちは。<laughs> こんにちは。永井さんは。何がきっかけで、こう、けん玉を去りようと思ったんですか。けん玉、僕はね、もともとジャグリングをやってまして。ジャグリング。そう。で、その流れで、けん玉の、すごい人に会いまして。あ、うん、これはかっこいいなと思って、僕も。初めて。今は、先生やってます。おお。こう、かっこいいなって、憧れから。 始まったんですねでも多くの人はやってみたいなと思ってやってみてここまで極めるってことねえ,えっと先週も新聞に出たりあの全国テレビに出られて出られたりされてましたけど、うん、そ,そこまで極めるなんかこう秘訣コツみたいなのはなんかあるんですかいや,いやいやもう単純に一生懸命やりました、はい、で学校でも今は教えてるんですけど、うん、生徒たちと一緒に頑張ったので、はい こう励まし合いながら教え合いながら、はい、一生懸命練習しましまた、はい、長井さんの教室でのね、はい、あの子供たちの関わりってすごいなと思ってこの子供たちが長井さんに「うわ!」って「僕もやってみたい!」って言ってで長井さんは「絶対できるよ!」絶対できるよ!」って子供に言ってくれくださるじゃないですか。うんうん、で子供が実際にそれで夢中になって「実際できる子もできた!」って言って。 歓声が上がる教室ができたんだけど、うん、あれはすごいですね。いや、やっぱり練習すればね。できるようになるし、やっぱできた時の喜びっていうのは本、ね、当、うん、嬉しいですからね。うんうん、はい、最高です。え <laughs>、永井さん、今後に向けて何かこう。こんな風にこれからこうしていきたいみたいな。なんか夢みたいな。 こう展望みたいのあるんですかうんそうですすかそうねまあ剣玉に限らもともとジャグリングをやってますので、はい、そういうのもジャグリング新たな面白さとかです、はい、それこそ新たなねみんなの才能みたいのもね出てくるかもしれないんでどんどんねいろんな人に広めていきたいと思います <laughs> ありがとうございますきっとねけん玉はきっかけにけん玉だけじゃない才能がまたいろいろねけん玉通じいろんなところが花開きそうですよねそそうううとでですそうですありがとうございますちなみにね。タモンさん、それだけじゃないですよ こちら見てください。<laughs> こ、見たことあります。こんな長い。ねえ、一輪車。トムさん、一輪車もされてるんですか。そうです。僕、あの、日本一輪車協会の公認指導員と言って、一輪車の先生もやっております。うわ、もう。 すごいですね。<や>大道芸人ね、はい、えー、タモンさんはもうあの長野県内だけじゃなくて全国各地でね、はい、こうやって呼ばれてえっとパフォーマンスされたり、はい、子どもたちにそんなねえっと自分のこうできる力才能みたいなものをこう開花するような、えっと、そんなようなパフォーマンスやあとワークショップをされています。ぜひあの 長井は実はですね紹介していいですかね下諏訪町の長,長野県信州にあります下諏訪町のバッティングセンターのね、はい、あのこともされてますあの関心のある方連絡取ってみてください、えー、素敵な大人の紹介コーナーでした <laughs> ありがとうございましたまバイバーイ